こんにちは。ナナです。6月22日最年少五冠である藤井聡太竜王が、朝日新聞、毎日新聞主催の A 級順位戦初戦において、2017年から、将棋連盟の会長を務める佐藤康光九段を101手で破り白星発進いたしました。場所は、新設されたばかりの地元名古屋の対局場です。トヨタが所有企業に入る名古屋市の複合商業施設ミッドランドスクエア25階に新設された名古屋将棋対局場で指されましたが、この日がこけら落としでもありました。初めてが2つ揃ったわけですが、絶景の中の対局は市場の喧騒を忘れさせるような静かな環境で、でも盤上では火花が散る大熱戦、見応えのある対局でしたが、勝利できて本当に良かった。なんだか幸先がよろしいですわ。おめでとうございます。本当にめでたい。何事も初めが肝心でございます。負けたら、別の言い方で全く気にする必要ないといった内容のコメントをしていたでしょうが、何よりでございました。対局場は、JR 名古屋駅の目の前にございます。ミッドランドスクエアという大型複合施設、高さ247メートル、地上47階建ての超高層ビルとなっております。駅前ですし、お買い物やお食事ができ、また映画館も入っておりますので、一日楽しめそうな施設でもありますが、上層階はオフィスなどに使われており、対局場としてトヨタが提供してくださっているのは、25階のオフィス内にあるスペース。通常は、会議や展示に使用していた空間のようですが、そこへ畳を敷き、対局場として使用が可能な状態にしてくれたのもトヨタ。地元への貢献と文化振興の一環として将棋連盟に無償貸与してくれる運びになったのもひとえに、藤井聡太竜王の活躍があってのこと。ニュースポスト7では、昨年11月に次のような言葉で揶揄しておりました。河村市長は、週刊ポストに、東京や関西に行くより、近い方が映画や、名古屋城が見える場所に作れるとええね、2018年6月15日号と語っていたが、現在まで、その構想が実現していない。どうやら、資金面でのめどは立っていなかった様子。まさに、見えっ張りの名古屋を象徴する出来事だった。このように市長は、できもしないことを公言して恥ずかしいといった感じで記事になっておりましたが、くしくも、名古屋城が見える場所に、トヨタの全面協力の元開場いたしました。こけら落としの対局に選ばれたのは、A 級順位戦の藤井聡太竜王対佐藤康光九段戦と、師匠である杉本八段と佐々木誠七段戦でした。師弟の同時対局というプレゼントももらい、さぞ、大師匠はお喜びのことでしょう。そう、藤井竜王の大師匠でもある故板谷進九段が描いた東海にタイトルを、将棋会館をの夢を実現したとあり、藤井竜王にとっても杉本八段にとっても思い入れの強い日ということなのです。この言葉を残された板谷九段は47歳の若さで休居されており、杉本八段が21歳で四段に昇段する前にすでに他界されておりますので、晴れ姿を見せることができていない。杉本八段が、小学6年生11歳の時に弟子入りしておりますが、19歳で大阪に出ているため、実質近くで学んでいるのは8年ほどになります。杉本八段は、メディアの取材に対して次のように答えています。私は、19歳で大阪に出て一人暮らしをしたんです。板谷門下は、みんな、愛知に住んで板谷先生の教室を手伝いながら修行するという感じだったんです。なので、ある意味、師匠に反旗を翻したんですけど、師匠に大阪に行きたいと言ったら、反対することなく行って頑張ってこいと言ってくれまして。で、四段になったら帰ってこれたらいいよと。帰ってこいとは言わなかったんですね。それからしばらくして師匠が亡くなってしまって、もしも師匠が健在だったら、名古屋に戻ったかどうかわからないですね。師匠が亡くなったので、戻らなければいけないかなと。なので、四段に上がって、名古屋に戻りました。今は、自分の選択が間違っていなかったんだなぁと思っています。このように語っています。
師匠が亡くなったから名古屋に戻ってきた。大阪にいれば藤井竜王が弟子入りすることはなかったかもしれないと考えると、不思議なご縁を感じます。藤井竜王が弟子入りを果たすまでの経緯を次のように語っております。いわく、私は藤井のお母さんと本人にお願いされて師匠になりました。彼は地元では有名でしたから、他のプロがスカウトしてもおかしくないなというぐらい強かったので、私の弟子になってくれたのが非常に嬉しかったですと、師匠になった経緯を説明しています。地元に帰らず、大阪で棋士を目指していれば出会わなかった藤井竜王。杉本八段は、弟子への愛情も深いですが、師匠に対する感謝の気持ちも、常に、お持ちなのであろうと常々感じるのは、藤井竜王関連で、記者から質問を受けて話すエピソードに、板谷九段の思いを代弁する場面があるからです。東海にタイトルをというのは、よくお話をなさっておられましたが、将棋会館という夢もあったとは、地元愛の大きさを感じる次第でございます。その夢を叶えたのが、弟子の弟子である藤井竜王でした。そんな藤井竜王は、19歳でありながら、すでに将棋界を代表する名棋士となっておりますが、そんな彼は、常に、周囲への配慮を忘れず、師匠への感謝を忘れていない。藤井竜王の心が現れた姿が垣間見れたのが、こちらのお写真ではないでしょうか。これをアップしているのは高橋さんというカメラマンさん。偶然ツイッターが上がってきたので、知ることができました。ご存知の方も多いのでしょうか。ツイートには、次のようなコメントをしております。名古屋将棋対局場の初対局を終えた藤井聡太竜王。帰り際、荷物をまとめるとペコリとお辞儀。隣で感想戦をしている師匠の杉本昌隆八段に向かってお辞儀をしたようにも見えました。このようなコメントをつけてお写真をアップされておりました。杉本八段に向かってお辞儀しているようにも見えたとあります。確かに、対局を終え、感想戦をしている師匠に向かって、お辞儀をされているようにも見えますね。藤井竜王は、弟子を取る取らないといった会話の中で、弟子入りを希望する人がいるのか、わかりませんが、そういうことがあれば、師匠への弟子入りを勧めますとし、即座に、高見七段が、おすすめ師匠ですね、と切り返していたトークを思い出します。これは、昨年のアベマトーナメントのチーム動画の一コマでございます。それくらいに信頼しており、またここまで連れてきてくれたのは師匠のおかげでもあるという思いがどこかにあるのだろうとも思われます。どこまでも謙虚で低姿勢なところが好感度を高めているポイントでもありますが、19歳でここまで多くを持つと少しくらい勘違いをしそうな気がしますが、そういったところがまるでない大天才。私はこの写真を見て師匠へのお礼もあると感じましたが、プラスして対局場に対してのお礼の意味も込められているようにも感じた写真でした。この対局場を作ってくれた全ての方へのお礼という言い方もできます。心技体とはスポーツにおいてよく使われる言葉ですが、将棋の世界にも当てはめることができます。高みに上がれば上がるほど精神力も鍛えられる。日本の美を追求する勝負の世界は本間門しか残れません。さて、この名古屋対局場の会場で板谷九段が望んでいた東海に将棋会館を2一歩近づいたということでしょう。いや、もうほぼクリアしていると言っても過言ではありません。これほどまでに恵まれた立地と環境が整った場所なので棋士としては嬉しいはずですしね。今回ご紹介したカメラマンの写真ですが、主にこの方は、名人戦や朝日杯の運営のお仕事をされているようなので、それに関連する写真などが多いのかもしれませんが、インスタを拝見すると、藤井竜王やそれ以外の棋士の方々の素敵なショットがいくつもアップされており、きっとこちらにいらっしゃる方なら、見て楽しいものではないかなと感じたのでご紹介いたします。藤井竜王の対局はほぼ中継されておりますが、カメラ越しだけでは見られない。姿を直接対局場に出向いてカメラ撮影をすると、こんな姿も撮ることができるのねと感じる写真が多数ございます。藤井竜王は東海をこよなく愛した板谷九段の思いを実現させた棋士でもありますが、
この板谷九段について、羽生九段も、ツイッターで、次のようなつぶやきをされております。今日は、名古屋将棋対局場のこけら落としの対局、藤井聡太五冠対佐藤康光九段、杉本昌隆八段対佐々木誠七段の2局が行われます。藤井五冠と杉本さんは師弟関係ですが、名古屋の将棋界の発展に大きく貢献したのが、その師匠の板谷進先生と、その師匠でもあり父親でもある板谷四郎先生です。四郎先生が、1959年に名古屋で将棋道場を創設してから、今日の隆盛があります。進先生は気さくで優しく、四郎先生は気骨にあふれた先生でした。今日の日を万感の思いで喜ばれているでしょう。私も関東と関西にしかなかった将棋の拠点が中部にも芽吹き、大変嬉しく思っています。と、これまたとても温かなコメントが寄せられておりました。板谷九段のお父様の時代に将棋道場、その気持ちを汲みながらプロ入りしたであろう。板谷進九段が名古屋対局場を強く願いながらこの世を去った。そして杉本八段と藤井竜王の時代に名古屋対局場。ご存命であればきっとこの大きな結果に涙されたのではないでしょうか。そんな想像をしてしまいます。羽生九段も30年ほど前、輝かしい記録の幕開けをし、一躍将棋界を代表する棋士に急成長しております。そして現在はタイトルこそ失いましたが、先日は前人未到の1500勝を達成し、未だ将棋界を支える大きな力となっております。すでに世代交代はされておりますが、偉業を成し得た方を尊敬しつつ、藤井竜王はさらなる高みに上り詰めることでしょう。そんな天才の片鱗を、杉本八段は、同世代の棋士である近藤正和七段に語った言葉が印象的でしたので、最後にご紹介して終わりにいたします。近藤七段曰く、三段リーグの最終日しか会えなかったんですが、その前から噂になっていたんですよ。杉本さんに、藤井くんって有望視されているようだけど、師匠から見てどうなのよ、と聞いたら、彼は桁違いですと言われてさ。僕らの世代で、普通は、弟子を褒めないから、杉本さんもどうかしちゃったんだろうと思ったら彼の言う通りだったね。と答えています。杉本八段は気がついていた桁違いの藤井竜王の実力を。28日からは杉本八段が藤井竜王を弟子に取らないかと声をかけた豊島九段が挑戦者の王位戦が始まります。非常に楽しみです。